続きまして公園8に参ります。公園8は長崎における海洋再生可能エネルギーに係る人材育成の取り組みと称して3人の先生にご登壇いただき、それぞれの活動をご紹介いただきます。まずは長崎海洋アカデミー、正式名称日本財団オーシャンイノベーションプログラム、長崎海洋開発人材育成フィールドセンターの松尾博先生に長崎海洋アカデミーの取り組みについてご講演いただきます。はい、皆様こんにちは、松尾博と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、長崎海洋アカデミーということで、社会人向けのですね、人材育成を行っている機関なんですけれども、そちらの方についてお話をさせていただきたいと思います。まず初めに簡単に私の自己紹介をさせていただければと思います。私はですね、長崎市の出身で、高校まで長崎東高校ですね、卒業しまして、その後大学で東京の方に進学しました。そして大学でですね、船舶海洋工学というものを勉強しまして、まあ、その後はですね、技術者にはならずに、ビジネスマンになってみたいと思いまして、会社員生活をですね、野村総研というところで10年ほどやってたんですけれども、2011年の3月11日にですね、東日本大震災を東京で経験しまして、また原発がですね、爆発する姿を見てですね、これからちょっと自然エネルギーの時代になるだろうというふうに考えて、まあ、いろいろ調べていくと、ヨーロッパだと海で電気を作っているということを知りまして、じゃあ、地元の長崎、海にたくさんありますので、そういったお仕事ができないかなというふうに思いまして、2012年に長崎に U ターンして戻ってきまして、このような海洋再生可能エネルギーの仕事を続けさせていただいております。まず長崎海洋アカデミーのですね、運営母体である NPO 法人、長崎海洋クラスター形成推進協議会について少し簡単にご説明させていただきます。長崎海洋クラスター協議会はですね、NPO 法人でして、2014年に、長崎の地元企業十数社でですね、設立された法人でございます。その後ですね、東京の方の企業様とかにもですね、どんどん会議企業が増えまして、今 100社弱程度。事務所自体はですね、結構こじんまりとした、組織でございまして、海洋関係の専門家が6名、そして事務所の準スタッフが2名ということで、8名体制でやっています。左下のですね、写真、青い写真は、今、五島の鳴島沖で発電し、海底に沈んでいます潮流発電機でスコットランドから持ってきたものです。こちらは環境省の国の実証事業として行っています。また真ん中にですね、海の上に五島が立っている絵がありますけれども、そちらは、浮体式、洋上風力のですね、風強を測る、つまりどれだけ電気ができそうかということをですね、事前に測るような機械を長崎の企業と開発したり、また右側はですね、フィールドセンターと書いてありますけれども、こちらのですね、西非南部漁協と、協定を結んで、事業者の方が、会社がですね、海中で何か実験をしたいというときに、通常は非常に手続きに時間がかかるんですけれども、我々の方で窓口をですね、ワンストップで、実験までサポートするというようなことも始めております。長崎海洋アカデミーについてですけれども、まずですね、その設立される背景として、非常に日本は海洋開発技術が少ないという状況がございます。大体大体北海油田でですね、最盛期で30万人くらい雇用があったと言われています。2030年には洋上風車で、28万人の雇用が見込まれる。つまり、オイルガス、石油の産業から、洋上風車でですね、今ヨーロッパではどんどん技術者、海洋開発の技術者が移っている。一方で、日本は石油、ガス、輸入に頼っていて、洋上で作業、洋上で掘り出すということはしてませんので、そもそも技術者がですね、この分野の技術者が3000人くらいしかいないというふうに言われています。それを、
2016年の海の日にですね、当時の安倍首相が1万人、30年までに1万人にするということを宣言しまして、その方針のもとですね、まあ、いろんな日本財団さんが、大学生のサマースクールですとか、会社の若手社員をですね、海外のオイルアンドガスのプラットフォームに送り込んだりとか、そういったことを活動していく中で、やはり日本の中にも、きちっとしたですね、場所を作って、継続的に海洋開発を行う技術者を育成する必要があるというような、ことになりまして、2019年からですね、我々の方で準備を行いまして、設立を行いました。ですので、まあ、主な出資者、支援サポート、スポンサーとしてはですね、日本財団様、そして長崎県のご助成金をいただいております。で、左上にですね、海外協力団体とお書きしておりますけれども、こちらはですね、我々がそのアカデミーをスタートしたのが2020年10月、まあ、1年ちょっと前なんですけれども、準備をするにあたって、なかなかその洋上風力発電という産業がやっぱりヨーロッパで生まれて、ヨーロッパで20年くらいの歴史があるんですけれども、日本ではまだまだ実証実験で、何本かの風車が立っているという段階で、一般的にこうアクセスできるその、まあ、テキストといいますか、まとまったコンテンツというものがあまり、ございませんでした。そこで、海外協力団体ということで、DOB アカデミー、こちらはデルフト工科大学でですね、勉強した方たちが設立した民間のアカデミーで、そこにですね、実際に私も行って、勉強を受けさせてもらってですね、これを日本語で、日本で提供できたらいいなということで、まあ、そういったところからですね、いろんな海外の団体と、提携をして、日本語、それを日本語に訳してですね、そして日本人の講師が日本語で教えるというようなことをやります。ちなみに2番目に IHC IKIG の会社、これは洋上の工事の会社、工事の技術を持つ会社なんですけども、この親会社のロイヤル IHC という会社はですね、江戸幕府に船を建造して納めたことがある会社で、350年くらいの歴史があるそうです。また右側のフライボクというのはですね、いろんなアンカーとかシンカーとかですね、そういった浮体の物体構造物をしっかり止めるような技術、まあ、そういった技術を持っています。で、まあ、オランダ企業ばっかりなんですけれども、これたまたまオランダになったということでして、やっぱりそういう造船の技術ももちろんありましたし、オイルアンドガス、まあ、そもそも国がですね、すごく低い土地で、それを水を汲み上げてですね、要は海洋土木と言われる分野がですね、非常に歴史があるということで、まあ、結果的にはオランダの企業と組んでやる。情報です。はい、でこちらは2020年10月に開校したところなんですけども、こちらは長崎大学の文教キャンパスの中にですね、広いスペースをですね、改装いたしまして、そちらで、開校をいたしました。でちょうどこの月にですね、2020年10月はですね、前、菅首相が2050年にカーボンニュートラルを目指しますということを宣言された、ちょうどその同じ月でですね、本当にこの前後から、この後からですね、非常に社会のこう、再エネに対する期待というのは、まあ、日々高まっているなということを感じております。こちらは教室の中身で、ちょっとですね、こういわゆる私が経験したような学校とか大学とはちょっと違うような雰囲気にしてるんですけども、オランダで私が先ほど申し上げたちょっと勉強してきた時にですね、ものすごいコーヒー飲みながらとかリラックスした感じで、いろいろ先生ともディスカッションしながら授業をされてですね、まあ、そういったその日本のよく教育でよく見られるその、まあ、先生がしゃべって生徒さんが、まあ、聞くというスタイルではなくて、できるだけ双方向にディスカッションをしたり、また実際にものを使ってですね、左下に水槽に風車を立てて工事しているんですけども、こういった手を動かしているということで、まあ、楽しみながらですね、勉強していただくというようなことをやっています。ただ今コロナ禍でですね、なかなか集まることができなくて、まあ、今日はハイブリッドですけれども、実際には今のところ2020年オープンからはオンラインで提供している。ただオンラインでもですね、今その大きな画面にですね、こうお顔を並べてこう対面するような感じでですね、チャットもどんどん質問来ますので、まあ、むしろオンラインの方が移動時間がなくていいと、質問にもすぐ答えてくれるというようなことも評価をいただいているので、
まあ、あのオンライン で一回言い方、そしてまた集まってるからこそいろんな他の話もできる、そっちがいいという方もいらっしゃるので、これからはですね、あのコロナ禍が収まってもオンラインもやるし集合でもやるという方向で考えています。また参加者のネットワークも促進するということで、新しい産業ですので今どんどん人が増えてきています。ですので、そういった新しく転職されてきたりですね、配置転換で火力発電から風車に来ました、そんな方たちがですね、会社を超えてこの分野をですね、一緒に育てていこう、そういったネットワークを作っていただけるように、いろいろこうちょっとカフェっぽいソファーを置いたりですとか、コーヒーのですね、スタンドを置いたりというようなこともやっています。これはコロナ禍終了後ですね、ぜひ活用していきたいと思っています。また先ほど手を動かすということを申し上げましたけれども、ヨーロッパに行った時にですね、なんでそのいろんなこのゲームみたいなことをやるんだと聞いてみたらですね、一方的に話していることを聞くだけっていうのは長期的な記憶にはですね、10% ぐらいしか残らないそうなんですね。なので黙って聞いてると、ほとんど覚えてないというようなことだそうです。でそれをですね、だんだんこう動画を見るとか音を聞かせるとかですね、手を動かすとか、実際に数値を動きを見る、ディスカッションをする、だんだんこう4割、5割、6割と上がってきて、最後は 80% ぐらいまでディスカッションをするところまで行くというので、それを我々は目指してやっています。でちなみにですね、90% になるには他人に学んだことを教えるっていうのが一番頭に残るそうです。それは経験的にもですね、皆さんあるかなと思います。教えたことっていうのはもう完全に頭に整理されているところ、そういったことでですね、できるだけこうアクティブに学んでいただくということを、トライしております。また VR、 バーチャルリアリティ、最近ゲームなんかもすごくですね、こうリアルな感じでやってますけれども、我々のアカデミーでもですね、洋上風車ってやっぱり危険ですので、運転免許のようなですね、安全の講習を受けて、その免許を取ると風車に渡っていいですよっていうようなルールがヨーロッパで運用されてます。非常に危険な場所ですので、VR であればですね、高いところから見て怖かったりしますけど、実際には危険はありませんので、そういったものをですね、体験していただく、船でですね、実際にアクセスして風車に乗り移って、はしごを登って風車の本体のですね、中に入っていると。で、中の構造ですとか、そのどんな機械がどこにあって、それぞれどういう役割があるのかということを学んでいただいています。で、こういったですね、洋上でですね、工事をするための特殊な船というものがあるんですけれども、こちらもですね、今 3D データを作って模型まで作ったんですけど、これを今 VR にして工事をですね、まるでそのデッキ上に乗ってですね、こう重たいものが吊られてですね、設置される様子を見れるようなものも今作っているところでございます。で、準備に関してですね、そもそもじゃあ民間企業の皆様が、社会人の皆様がどんなことを勉強したいと思われているのかということを調査するために、2019年から2020年にかけてですね、ヒアリングを行いました。全体で51団体、東京と長崎をですね、ずっと1週間おきに行ったり来たりしながら、いろんな会社を訪問してですね、ヒアリングを行いました。それで今提供しているコースとしては5つございます。あとは準備中と企画中のものがですね、3つ、ですので準備中含めると8つですね、あります。で、結構ちょっと詳しい細かいことのご説明は今日は控えますけれども、いろんなタイプの講義を準備していて、例えば一番の総論っていうのはですね、総論、いかにもその全体ですよという名前なんですけども、これは新たに火力やってた石油化学プラントやってたけど、これから洋上風車に入っていきたいですという方とか、また新卒の方とかですね、そういった方の入り口のコース。で、2番目の事業開発っていうのは、技術的な内容よりもあるサイトに行って、どういう手続きをしながら、この発電所を建設しているのかっていうビジネスマンが受けるようなコース。3番目は、これはちょっとかなり専門性が高いんですけれども、洋上風力って2000億円とか3000億円とか4000億円とかですね、とんでもなく大きなお金を投資します。それだけの投資で、やっぱり洋上って事故も起こりやすいわけですよね。
その事故をじゃあ誰が引き受けだその事故、安全ですかそのリスクに関して誰が第三者としてですねコースにつきちゃんとこの人たち計画してますよとかですねそのお墨付きをもらうとですねやっと保険に入れてでやっと保険に入るとやっと銀行さんがお金を貸してくれるというような、まあ、そういった、まあ、仕組みがあるんですけどもそういったものをですね勉強していただいたりですとかあとは4番はですね洋上施工もまさにオフショアのコンストラクション工事ですね工事で5番は、まあ、建設工事のプロジェクトマネジメントの管理について勉強するようなことですとかあとは、このページの A6 となっているオペレーション&メンテナンス、まあ、運用ですね運用をどうまくたくさん集めて勉強するってできるだけ、お金を使わないということですとか A7 浮体式洋上風力発電着床式、ここまでは着床式が割とヨーロッパでは歴史が長かったということで、どちらかというと着床が主に扱われているんですけども、日本の場合は急激に海が深くなりますので、建てれる場所というのはですね、少し埋まってしまうと、建てれる場所がなくなってきます。ですので、沖合でもですね、船のように浮かべて風車を建てる。ほとんど風車もあれ浮いてますけれども、そういった浮いたものですね、風車を作るというようなコースも今準備しています。で、これが開校してからの実績なんですけれども、まあ、大体ですね、20回ほど開催いたしまして、こちらの、スクリーンに映ってる方は更新したバージョンですね。紙の方はですね、一番最近がなんか3人とか4人とかなってて、寂しい感じかというわけではなくて、実際にはですね、右の12月の18人は、20名満席になって、14人はですね、17名、まあ、ほぼ満席ということで、330人台ですかね、まあ、受講をいただきました。で、受講している方たちのですね、業種なんですけれども、どんな方が受けられているかということなんですけれども、電力会社さんですとかですね、商社さん、そういう発電所を投資して運営するような方たち。で、または建設業とかですね、そういうのを受け負って工事をする方たち。また造船会社ですね。造船会社、大きい鉄の構造物を作りますので、まあ、似てるということで、風車をやろうとされている会社。あとはもう本当に保険とかですね、大学の先生とか、いろんな、関係の方々に受けていただいています。で、オンラインの授業でも双方向のやり取りということで、まあ、こちらですね、当初は今はもうそういう心配される方いなくなったんですけども、オンラインで大丈夫ですかという声があったので、まあ、全然大丈夫でしたというアンケートですね、結果を少し書いてますけれども、まあ、これもハイブリッドで多分そんなに YouTube で見てる方もそれほど不便を感じないということと、まあ、同じかなというような状況です。また誰が教えてるんですかということなんですけれども、我々のですね、このアカデミーの運営部隊の海洋クラスター協議会のメンバーと外部のいろんな方々が教えています。で、まず内部の先生としては、木下武先生、東京大学名誉教授、またクラスター協議会の副理事長を、引き受けていただいてくださっています。また松浦さんが私の場合ですね、大体船舶海洋工学を勉強して、で、三菱重工で研究されてた方とかですね、私自身は東京から帰ってきてやっているということでございます。また その船舶海洋工学だけではなくてですね、やっぱり電気とか機械とか、海洋土木とかですね、いろんな分野が集まって洋上風車が成り立っています。ですので、例えばですね、左上の山下教授、長崎大学は、今日で電力の先生なんですけども、その電力の部分に関しては山下先生に講義を行っていただいたり、そして右上は、三井物産の OB でいらっしゃいます、長崎大学コーディネーター、小田先生ですけども、小田さんは、ヨーロッパのそのマーケットについてですね、非常に詳しくて、その市場環境なんかについては、小田先生にやっていただいたりということで、それぞれですね、長崎の三学館で、それぞれ得意な部分を担当してやっております。またですね、先ほど2番目に事業開発コースってあったと思うんですけども、ビジネスの中心地はですね、どうしても東京です。ですので、東京の弁護士事務所
に所属されている弁護士の先生ですとか、あとは東京でその、まあ、ファイナンスとかその資金集めのコンサルティングをやっているコンサルの先生ですとか、そういった方たちにですね、引き受けていただいて、また我々の方でですね、十分できるという部分に関しては、長崎の講師で担当したいということで、外部ともですね、積極的に連携して、この産業についての協力活動を行っているような状況です。またですね、このあたりはその、先ほどの認証とかですね、これは海洋土木基礎の、どちらかというとエンジニアが受けるような講義のスライドをちょっと例としてお出しして、こちらの方はですね、もうかなり専門性が高くて、その分野をですね、10年、20年やってこられたような先生方が、講義を行っていただいています。日本海事協会ですとか、東京三菱 UFJ 銀行、IHCI 銀行、オランダの企業とかですね、外部の先生に講義をいただいています。これで、またですね、大学生、大学院生の研修も行っていると書いてあるんですけど、こちらはですね、単位が取れるような大学の教育という意味ではなくて、夏休みにですね、実地体験をしていただけるような、そういった、学外の研修みたいなものを提供させていただいています。怒涛に風車の見学に行ったりですとか、サバイバル訓練といってですね、プールの中でヘリコプターから逃げ出す訓練とかですね、いろんな活動を行っています。はい、で、こちらはですね、今後の予定ということでお伝えしていただいております、はい、このスライドの紙の方にはですね、A6、A7 のスケジュールも入っているんですけれども、オランダの方がですね、ロックダウンがもう連発してですね、なかなか準備が整わなくて、ちょっと A6、A7 に関してはちょっと一旦ここの紙の方のスケジュールはなしということで、よろしくお願いします。それで今後のアカデミーの方向性ということですね。今、まずはその社会人向けということでスタートして1年ほど経ちました。で、今後はですね、ですので基本的な部分というのは、知識、コンテンツが揃ったのかなと。ただ、風況、海況、観測とデータ解析評価。これはもう、この間真鍋先生がノーベル物理学賞を受賞されたようですね。ああいう自然の風とかですね、波とかを知って解析する技術ですとか、あとはその、なかなか一つの答えはないんだけれども、漁業とどうやって協調しているんですかっていうようなことも、テーマとして扱いたいなと思います。またですね、エンジニアだけではなくて、その陸上で働く方たちだけではなくて、その今後ですね、実際工事が進んできますので、洋上で作業をする方たちっていうのが2030年で1万人近く必要じゃないかというふうに言われています。今本当に洋上でずっと作業する方ってほとんど日本にものすごく少ないんですね。ですのでそちらの訓練施設っていうのもですね、ぜひ長崎に作ってですね、現場も海もたくさんありますので、そういったものを作っていきたいというふうに思っています。またですね、長崎の中長期の課題として、やっぱり10年、20年を考えるとですね、大学生、大学院生の教育、先ほど ID コア、エジンバラ大学のご紹介ありましたけれども、ああいったところにですね、我々の方で何かお役立ちできることがあればですね、ぜひ貢献していきたいというふうに思っています。はい。それで最後になりますけれども、長崎はですね、もともとその世界遺産にもなった炭鉱ですよね、炭鉱とか、造船、そして火力発電のプラント、こういったものでですね、栄えてきたと思います。ただ今やっぱりその、時代の流れでですね、造船は海外勢でなかなか押されてますし、石炭火力はですね、もう世界的に非常に逆風が吹いているということで、非常に厳しい状況だとは思うんですけれども、でも一方でこういった洋上風力発電っていうですね、同じような、似たような技術が使える分野、そして長崎にあるその設備、そして、技術、またその技術者ですよね、その研究開発される人、人材、というものはですね、しっかりとしたものがありますので、その、ポテンシャルがですね、十分にこれから生かされて、長崎にですね、一つの大きな産業が、できるんじゃないかというふうに私自身は考えています。で、加えて長崎にはですね、その現場もありますよね。五島にもこれから風車が立ちますし、再開市でも計画が進んでいます。
そういった意味で、まあ、人もいるし、サプライチェーンもあって、技術もあって、場所、現場まであるということですので、これからですね、長崎の一つの大きな産業になるようにですね、まあ、我々魅力ですけれども、貢献してまいりたいというふうに考えております。どうもご清聴ありがとうございました。八尾先生、ありがとうございました。